ゲームみたいなやつで最後このパンしか残んないちょっと待ってホットドッグみんなで食うゲームってなに。それが分からなかった。どういうゲーム。どういうゲーム。それ忘れてた。そんなもんねえよっていうツッコミ待ちじゃない。あ、違う違う、ホットドッグみんなで食うゲーム。だからホットドッグを一口ずつ食って回してくないから。どういう、なんでないの。え、逆にないね。無理すんな。無理すんなって。いいんだよ中井。中井正宏のブラックバラエティでやってたんだけど。本当にチリドッグゲームって。本当に。違う、それチリドッグじゃねえか。どっちだっていいの。どうせ知らない。全然違う。チリドッグ知らなかったでしょ。なるほどね。入ってんだろ。はい、いいから、まあ、最初の方にね、知識あるね、そうですよね。しかも最初は早く分かるといけない。そうそう、一回50音順でやってみる。確かに。わー、伊沢は後ろのやつ。めっちゃ聞こえてる。めっちゃ聞こえた。じゃあ割り何の曲聞いてるか分かる。少年時代流してるけど音漏れてる。あんまり違う。大丈夫。シャカシャカ言ってる。いいね。どれくらいだろう。今は今は漏れてる。大丈夫大丈夫。あ、でシュワシュワシュワ。あ、外してもらって外してください。外すって。でもさ、これさ、今さ普通に声聞こえちゃってるからさ。あ、ほんと？ダメだ。他のね、聞こえない。じゃあ山上もフリー音源を流してくれ。まあ、必要です。ああ、下げたらね。そうか、そうか。あの、持ってもいい音源でしたね。え、俺は今のは平気だった。多分多分。持ってもいい音源ってなんだ。じゃあ、フリーズノックの動画とか。そう。まあ、あとは、なんか、わかんないけど、トゥル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 を流すね。あの、僕の口の形は見ないでください。はい。はい。なるほど。この頃やばいな。じゃあ行きますか。はいそうそう、はい、はい、じゃあ僕ら3人は音楽流しますね。はい、いきますよ。はい、ミュージックスタート。何でも聞こえてないね。聞こえてないですね。ちょっとじゃあ一回笑わせてみますか、はい、聞こえてるかどうか。ボンマリ大丈夫今そんな面白くなかったです。今のは本当に面白くなかったらどうしよう。今川村さんが寝ちゃったところ過去のクイズノックの動画見て。では、問い読みを早速やっていきましょう。大丈夫、このまま5分間放置するドッキリだからなくていいです。で、これだとまだもうちょっとヒントは残ってるかなと。
結構いい仕事したもん、いい仕事したって感じじゃん。なるほど、ね、うん、では山さんお越しください。はい、はい、どうもこんにちは。なんで外してからちょっと乗ってんの。もう流れてる。動きが止まらなかった。はい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 、2人ともね、割と頑張って、ナイスナイス、割と頑張って、割と頑張って、うん、そうだよね、ここで残ってない可能性もあるもんね、もうね。可能性はあるんだよね。よしよしよし、はい、これ続きからまた読まれます。そうか、はい、だから変なところから始まるのか。変なところから、それ対応できるかだよな。けど、こうちゃんには残さないといけないから、ね、そうだね。よしよしよし、頑張ろう。うるさいな。漏れてくるのよ。まあいいでしょう、はい、はい、どこまでいけるんでしょう。はい、じゃあちょっとどうする、この配置でやるの。もう一回なんか連携としては引けはしたね。そうだね、そうだったよね。一回行ってるよ、もう一回。いや、一回しやすいな、これやっぱり。よかった、いけるね。やっぱいいな、もう絶対にマックスだもんな、マジで。俺が努力すること、その1点で頑張ることだけだから。そう、こちらはもう受け止めるだけだから。そう、頑張ってテーマ、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 僕もターン。ターンの、ターンの、ターン。でもこれ、うまくいくんだね、すごいね。ね、すごい。今のはでも本当にギリだった。ギリや、結構ギリだった。結構ギリだって、どこが掲げてたのに。うん、いや、待って、もう無理じゃない。だって前半も結構ね、ふわっとしてたからね。そうそうそう、それで当てられたのが偉い。よかったよかった。で、後半ザでしょ。ザはね、ザの胸さんすよ。これ3人目が一番楽しさ。確かにね、そうだわ。ヒントをフルに聞けるから。一番大事なところがここに多分3番目に来るんだよ。それをちょっとずつ残していく。絶対一番ヒントに直さないんだよ。最後の晩餐とモナリマで。やばい、絶対合ってると思ったもん。モナリサだって、モナリサとさ、ジョール同じ。そうなんだ。そうだね、ずっとなんか指揮者が残してて、まあ、何を指揮してるんだと思って。怒りの日、怒りの日だね。リピームか。実際伊沢さんは結構心配そうにしてたね。うん、ちょっと不安だったね。マジ。はい、では、いや、一回行ってみよう、ましょうか。確かに、じゃんけんやろ。まあ、そうだ、一旦一番勝った順にしよう。最初はグー、じゃんけんパイ。あ、俺一番。ちょっとまずいんだよ。変えなきゃいけない。じゃあもうさ、立候補選手、立候補選手、皆さん何番やりたいの。じゃあ2番。まあまあ結構重要なポジション。12番難しい。2番面白そうだなと思ってやってて、うん、僕はね、じゃあ3番かな。なんで。3番もね、難しそうだな。そうだけど、じゃんけんは、じゃんけんしないの。じゃんけんしなくて、いや、結構ね、そうか、順番が変わんないから、じゃんけんなんて運じゃん。じゃあ、そしたらさ、押し出されるか、俺が一番大事じゃない。じゃあ、最後にするか、僕。おぉ、うん、最後もね。じゃあ、こうちゃん3番。まあ、1番。そう、全員違う。まあ、3番そうだね、するか。3番するよ。うん。3大事よ、めちゃめちゃ。そうなんだよね。ちょっと、いや、俺、唯一今まで、その、なんて、ただ俺は問題に向き合うだけだったんだけど、うん、その、後のことを思ってみたいな、その、能力、座ってないから、まだ、こうやって座ってない。とりあえず、これで1回やってみよう。まあ、それ、1回やってみよう。はい。行ってみよう。じゃあボード持ってって。うわー、不安だなー。あ、だからマジで、いや、マジで早押し辛いね。結構でも俺は最初だから結構無責任に寄せるけど、俺は分からない状態で入ってきて分からないものを託すから、ちょっとそれは大変。ここら辺からちょっと問題の対応むずいからな、うん、そのむずいってのはその問題の長さもさ近いから、エア濃くなってる。全部使い切ったらごめんね。それもう、それは1番目や。1番目やから、それダメだよ。別に、それがイヤホンとか人ないから全員起こして、じゃあ、なんか書いてくださいって言って俺が。起きて、まだちょっとあと2分ぐらいため起こして出番だったでしょ、ずっと。違うよっておかしいな。違うよっていう必要ないんだから。違うよってなんだよ。出番の北海道。